はい、皆さんこんにちは、おもちゃ TV です。ということで今回は、おもちゃ TV のプレゼント企画の動画になります。ということで、はい、ウィニングイレブン2018、うん、もう PS4 版が出たと出ましたいうことで、アプリではね、うん、いつも毎週末に、うん、プリペイドカード、はい、5000円分、うん、プレゼントという企画をやってるんですけど、はい、PS4 の方でも、うん、PS4 の動画の方でも、うん、今回ね、その毎週末に、PSN カード、まあ、PSN カードじゃなくてもいいんですけど、まあ、なんかのプリペイドカード5000円分、まあ、例えばアプリに使うだとか、うん、まあ、Amazon だとか、ね、別に何でもいいんですけど、1名の方に毎週末プレゼントしていこうかなということで、はい、販売記念ということでね。なるほど。発売記念か、発売記念ということでちょっとプレゼント企画やっていこうというふうに思います、うん、で、まあ、とりあえずね、まあ、期間としては、うん、まあ、9月いっぱいは、とりあえずやっていこうかなと、毎週末に、なるほど、1人、うん、決めていこうかなと思うんですけど、まあ、細かいルールとか、うん、なんかそういうのは、ペス2017のアプリの方のルールと全く一緒ということで、まあ基本的にこの動画に、この動画というか、この動画には高評価してもらわなくても別に全然いいんですけど、これから出ていくまあアプリだったりとか PS4 のウィニングイレブンの動画にまあコメントしてもらって、あの高評価とかしてもらえればまあ応募完了ということで、まあその動画の中から1週間のうちにアプリ版のウィーニングイレブンの方1人と PS4 の2018の方の動画1個ずつから1名ずつ選ぼうということなんで、まあもしね、その PS4 の方だけやってる人とか、そうだね、まあ、PS4 のだけあのコメントしてもらってもいいですし、まあ別にどっちもコメントしてもいいんですけど、あのまあそんな感じでね、まあ自分の感じでやっていってもらえればなというふうに思います。はい、まあ、そんな感じなんですけど、今週の日曜日から、PS4 版の、コメントでも適用と、なるほど、いうことなんで、まあ、ぜひねコメント残していってくださいということで、はい、まあ欲しいとかよくなんかね、そういう欲しい PS4 カード欲しいみたいなカード、あのコメントが結構来るんですけど、うん、それねめっちゃ連投するとスパム扱いされて、消費されないんだよね、あのねコメントに飛ばされてスパム扱いになるんで、うん、なるべくなら普通の動画のな感想とか、ね、まあ別になんか違う文字で打ってもらった方がいいと思います。はい、はい、まあそれは個人個人で、そうだね、決めてってもらえればなと、はい、思います。まあ日曜の PS4 の動画の時に、うん、また当選者の発表とか、こう毎週末していく感じなんで、うん、楽しみにしておいてください。結構今ね、あのマイクラブコインとかでガチャも、うん、もういきなり最初からできますから、はい、今週末の日曜日誰か運に1名の人ね、当たるね、PSN カード5000円入れて、5000円だぞ、突っ込んじゃってください。うん、ということでまた次回でお会いしましょう。さよなら、ボーイ。